今は何の作業中ですか？ゆいさん、今何の作業中ですか？エッジを研いでいます。はい、今日はエッジを研ぐ練習です。ここしか使わないの人普通に、まあ、種目によっていろいろ違うと思うんだけど、まあ、有効エッジっていうのはどこからどこまでかって言ったら、一番太い部分から太い部分まで、この全部使えればいいね。で、例えばカービングだったりとか、パイプ登ったりとか、あとキッカー飛ぶ時もそうだと思うんだけど、多分テールが結構使うと思うんだよね、この辺は。何でもそうだと思うんだけど、ここがズルズルズルって逃げていくと、ドライブしたりとか、壁登れなかったりとか起きてくると思うんだよ。ってことは、まず足元、自分のバインのこの辺は絶対飛ばなきゃいけないね、まずね。で、こっからどこまで飛ぶかっていうのは種目によって変えていいと思うんだよ。どこを一番使いたいのか。例えば、回転方向にもよるんだけど、なんか、逃げるなとかっていう感覚があれば、そこちょっと立ててあげれば、そこに足場が出てきて、引っかかりが出てきたりとか。立てすぎるっていうほど必要ないんだけど、アルペンは2人は立たないためだよ、スキーは。上から下までガンガン立てなきゃダメだよ。だけど、ボードの方は、ある程度やっぱりこう、体重を預けても、板が逃げていかないような状況になるぐらいでちょうどいいと思うんだよね。だから、角度も一度今年落としてるんだよ。去年まで角まってるんだけど、89角になってるんだよ、今年。だから、ビビリング1度入れてるとすれば、90度の面ができるようになってるんだよ、エッジが。でこれをグッと立てすぎたりとかすると、引っかかりが出てくると思うから、それだと使いづらくなるんだよね。なので、まあ、最低限この辺はちゃんと立ててほしいなっていうエリアだよね。足元。それと、ノーズのとテールのどの辺まで立てるか。っていうようなので調整してあげると、例えば技をしやすかったりとか、つなぎがうまくいったりとか。逆に言うとカービングとかを求めるんだれば、やっぱトップからテールまで全てビッと立ってても扱いやすくなったりとか、ね、する場合が結構多いから。最低限まずここからここの間インエッジのこの部分、それとトップテールこの部分もしっかり立ててあげてください。それでちょうど